めちゃ広い。意外と遠い。改めて、感想です、12番原選手、はい、感想おめでとうございます。今の気持ちは、やっと終わったというのが本当最初の気持ちと、あとは眠いです本当にすいません。最後に寝たのどこですか。最後に寝たのは、もう本当寝落ちっていう意味だと、ここに来る前にコンビニでちょっとなんか食べてるときに、ちょっと一瞬寝落ちしちゃいました。今回一番きつかったところはどのあたりですか。一番きつかったのは、やっぱり最後のロードで、眠くて眠くてっていうのだと、やっぱり幻覚がすごく見えたので、それはすみません、楽しかったです。ちなみに何見ました。やっぱり石に顔がついてたりとか、あとやっぱり好きだったのは森とかああいうのがなんか悪魔みたいな形に見えたりするじゃないですか。あれはすごい見てていいなと思いました。逆に足の方どうですか今。足は比較的まだやろうと思えばできるとは思ってます。本当に。じゃああとフルマラソン1回ぐらい行っとく。次来た。お、
次が来ました、はい、ちょっと一番嫌なんですけど、ここに来てる家族、それから応援してくれた人たちへのメッセージをお願いします。いや本当にたくさんのお言葉を、まあ登ってる時走ってる時いただきまして、なんだろう、言葉の力ですごく、まあ、走ることができたって言っても過言じゃないのかなっていうのも思いますし、あとはまあ家族にはやっぱりそのトレーニングとか、時間とかいろいろとサポートしてもらって本当に感謝してますし、そうですね、感謝してます。おめでとうございます。改めて、原選手、どうぞ原選手、それから福山選手の感想を皆さんで、お祝いしたいと思います。おめでとうございます。